ね、ハーランド、レアル移籍した、ベンゼマ移籍するってことですか？もし移籍したらどこに移籍すると思いますか？エンバペが来ないってことはないと思うんですよ。で、ハーランドと両取りみたいな。でもあれなんですよね。マドリーってその辺の飽和状態とかあんま考えない昔からね。フィーゴいてもベッカム取ってきてね、ポジションかぶっててベッカムボランチやらしてみたいなありましたからね。普通に、まあ、ベンゼマ今やってるトップ下みたいな役割ないです。ベンゼマトップ下の両サイドか、ハーランド、エンバペも理論上は成立しますからね。ただ、ビニシューズがいいから、本当に2人取んのかなって思いますけどね。だって昔さ、なんかもうめちゃくちゃいい、まあ、スパッといいけど、あれ、昔、ペレスだっけ、ディマリアがブサイクだから打ったみたいな、そんな幹部とかがなんかそういう証言してる時あったよね。そう、それで言うとさ、ねえ、ハーランド、どうなるんだろうね。うん。共感読んでください。みたいな感じでありがとうございました。今後とも、レオザスボティビよろしくお願いします。ね、最後まで見てくれてありがとう。というわけで、またね、みんな、いいね、チャンネル登録して帰ってね。バイバイ。希望で満たしそう洗脳と基準値しそう気合と根性それ根っこでもそれしか言えないのは師匠武者は経験から賢者は歴史から敵味方関係なく学べ一から資料前に進む